本日は梅原勝彦日本保守党特別顧問にお越しいただきました。梅原さん、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。日本保守党は全国でキャラバンを展開されていて、うちの百田代表が僕、はい、何かがもうすぐあります。だから選挙って決して言わないんです。なるほど。奈良ではですね、9月の21日亡くなった安倍晋三元総理の誕生日なんですね、うん、今年2024年が70歳、古希のお誕生日をお迎えになるはずであったという、損益された現場、小さな花壇になってるんですね、その花壇のあるその向かい側20メートルぐらいのところに、これは奈良県警、奈良警察署と十分事前のご相談をして、ブルーサンダー号を置いて、その上で百田代表、有本事務総長、それから評論家の関平先生が、非常に盛り上がったわけでございます。聴衆の方々がですね、少なくとも700、800人はいらっしゃったと思うんですけどね、特別な場所での演説になったわけですけども、はいはい、凱旋、私も現場で拝聴しますと、はいはい、何かその聴衆の方々との、はい、一体感というか、はい、普通のまあ政治演説ではない雰囲気をすごく感じるんですけど、そうお感じになりました、ありがとうございます、はい、それ間違いなくありますね。皆さんと私たち、日本保守党のね、その百田代表以下、一緒になって日本の国を守っていきましょう、そのために政治を変えていきましょう、自然な形でわーっと盛り上がるという、一体感とおっしゃったけれども、まさにそういう感じですかね。政治家が発する言葉っていうのは、はい、まあ他党の場合とか、はい、往々にして選挙の時だけのメッセージっていう感じがするんですけども、みんなで一緒にこの国を豊かに強くしていきたい、はいはい、政治の世界っていうのは常にそうじゃなきゃいけないと思うんですけれども、はい、地方自治の世界も含めて、こう通り一遍の綺麗事の言葉がばっかりですよね。私自身も当事者として何十年もそういう政治の世界っていうのを一国民として、まあ、時に公職にある立場としてね、当事者として参加してたわけですけども、その自分自身の反省も含めて言えばね、美辞麗句というかね、建前というか、綺麗事というかね、そういうことでもってこう本質的な議論からね、から逃げるというか避けるというかね、いわゆるそのタブー的な一種を含めてね、やっぱり政治っていうのはやっぱり言葉の戦いですからね、そういう意味でまた安倍さんの話に戻ると、やっぱり安倍晋三っていうのはそういう意味で懐も深いと同時に本質的なところにズバッと切り込むっていうね、政治家だったと思いますね、あと中川翔一さんもそうだったし、ね、決して上っ面だけではないね、横文字で恐縮ですけど、やっぱりフィロソフィーを持ってましたよね、やはりそれだけ体感というかですね、はい、まあ、今の政治、特に自民党政治に、まあ、絶望している人が多くてですね、それはもともとその春の東京15区補欠選挙の時にも感じたことなんですが、はい、来たるべき何かに向けてのこの今の日本の国民全体の雰囲気っていうんですかね、石破総裁の選出、そしてそれに続く組閣、その組閣のメンバーを見てのですね、絶望感っていうんですかね、これはかなりのものがあるんじゃないでしょうかね。いわゆる保守系の心情考えを持っていた方々はもちろんのこと、普段政治とは距離を置いていらっしゃる中間層的なね、まあ、262でいくとその中間層のうちのかなりの方々が現在の政治の世界そのもの、あるいは自由民主党と公明党の連立政権に対して2009年の政権交代の時とはまた違った意味でね、疑問っていうんですかね、失望感、失望感、絶望感を持ってる、お持ちになる、なっている人がかなりいるんじゃないかなっていう気はしますね。じゃあどっか野党で頼りになれそうなところあるかっていうと、政権、いわゆるその政権交代であれだけ盛り上がったにもかかわらず、なんていうひどい状況になったんだっていうね、その失望感ですね、あの時のね、それはまだかなり多くの日本国民がまだ記憶に残ってると思うんですよね。でその時の民主党の末裔が現在の立憲民主党なわけで、じゃあその立憲民主党を中心とする政権に委ね、次の政権を委ねようという感じにも決してならないでしょう。案外こう若者の間では国民民主党とか結構人気があるんですよね、そういう声時々聞きます。でまあ、玉木さんもうちの百田代表時々言いますけど、時々言うこと、いいこと言うねんとか、ね、こう比較的まっとうな
感覚を持った政治家だと思いますけれども、まあ、だけど時々また変な、そうですね、変なこと言うっていうかね、ブレブレちゃってなんだなんだっていうことがまあまああるし、維新の中にもその台湾のことを熱心にやってる議員さんいるんですね、まあ、私の日本党紀友の会の同僚がサポートする形で、政府とりわけ外務省に対して質問収集を出したり、あるいは外務委員会で質問したりっていう、非常に熱心なある議員さんいるんですよ、私も親しくしてますけどね。だけど残念ながら維新全体としてはね、中国に対してすり寄るっていうかね、親中なのかよく分かりませんけれどもね、これじゃとてもじゃないけれども、そのどんなもんですかねと、いずれにしろその他の野党ではとてもじゃないけど国の舵取りを任せられるような感じはない。まあそれじゃあということで、その高市さんに対する期待がね、非常に大きいわけだし、大きかったし、これからも他方やっぱり高市さんには決して政権を取らせないっていう勢力の力がね、これまた非常に強いわけでね、まあことによるとの諸外国勢力まで含めてね、関与している、そういう力が働いている可能性は大いにあるわけですよね。いずれにしろその国民、一国民として見たときに、本当に自由民主党、公明党の連立政権でもって、この現在の日本を取り巻く安全保障環境、それから国内的には去年の LGBT 法成立に象徴されるような、日本の社会の根幹を揺るがしかねないような制度を、きちっとした議論もなくね、通してしまう。そして埼玉県の川口市のみならず、日本の各地で本当に深刻な問題になっている、いわゆるその不良外国人によるね、さまざまなその地域の問題、外線やっててですね、昨日もそうでしたけど、川口からいらっしゃった、年配の女性の方がいらっしゃってね、あまり時間なかったもんですから長い話はできなかったんですけど、いかにその川口市のあるこう集合住宅で、ほとんどの住人が外国人になってしまって、カクカクシカシカ、そのゴミの問題とか騒音の問題とか、もうひどいことになってるんですよっていうことをね、切々とスタッフである私に語ってくださった、ね、女性がいてね、いや話にはいろいろ聞いてますけど、やっぱりそんな感じですからっていうね、いや本当にその深刻な状況ですね。でそういう方がまさに日本保守党だけが本当にもう頼りですと、頑張ってください、いや一緒に頑張りましょう、そんな話も昨日です、有楽町で。まさにそうした方が訴える場が、はい、もう日本保守党しか僕なんかから見てもないなというイメージなんですけど、地元のまさに川口市長さんの言動とか私一面識もないですけど、もう本当にどうしようもないじゃないですか。じゃあ知事さんがなんかしっかり動いてくれるか、それから地元選出の国会議員の、まあ、名前挙げませんけれどね、何人かいらっしゃってね、まあ、最近ちょっとこう少し考えを変えたという説もありますけれども、よく分かりませんけどね、政治家の皆さんね、ヨーロッパの人々があれだけ今苦しんでるわけですよね。僕たちの世代からすると、まあ、日本は高度成長でね、まあ、いろんなヨーロッパの国々に追いつき、また追い越しね、まあ、だけど私なんかがまだ若い時はやっぱりヨーロッパの社会っていうのは憧れの存在でしたよね。ドイツにしろフランスにしろイギリスにしろね、やはりその一つのモデル的な社会としてもてはやされてたわけじゃないですか。あれから何十年経って、本当にスウェーデンとかね、それからフランスもドイツもイタリアもね、もう治安が乱れてね、本当におぞましい犯罪が日常的に起きてるんですよね。だからこそイタリアのメローニさんとかね、それからドイツでいうとドイツの選択肢ですか、まだまだその極右のレッテル貼られちゃってるけれども、極右でも何でもなくて、もう庶民の声ですよね。そういうヨーロッパやアメリカの苦しんでる姿をね、ちょっとね、普通の目で見ればね、分かるでしょうと。それをそのなんかフランスになんかその地方議員の人たちと一緒に行ってね、エッフェル塔の前でこんなことやってるね、外務省出身の女性国会議員いましたけどね、何考えてるんだって感じですよね。まさにそのヨーロッパの惨状を追うかのようにわざと近づけているとしか思えないんですけども、歪んだリベラル思想でもって国をとにかくオープンにして、移民をどんどん入れて、まあ労働力の、まあ、安価な低廉な労働力の不足を補う、まあ、もともとドイツはそのもう何十年も前からとりわけそのトルコからの移民をどんどん入れてきて、私も若い時ヨーロッパに旅行行った時に、やっぱりその釣り船をごまかされたとかね、ああこういうふうになるんだなと思ってましたけどね、もうまさにそんな釣り船をごまかすところの詐欺じゃないわけですね今ね、そういう状況に異を唱えること自体がもうそのある種のタブー的なものとしてね、
根付いちゃってて、うん、何もその日本保守党は移民には全てね反対すると、うん、排斥するということは一言も言ってないわけですよね、はい、だけど現在のその事実上の日本政府の移民政策、これ安倍さんもその移民政策じゃないとこうまあ表明されてて、その点については私も批判的なんだけれども、事実上の移民政策がねもうずっと前からも始まってるわけじゃないですか。日本人が本来享受すべき利益が不当に損なわれているっていう側面が出てるわけですよ。そこをどういうふうにそのバランスを取ってというか、その歯止めをかけていくかとかね、それはやはり政府なり政治家の仕事じゃないですか。日本のメローニ有本香織さんにところもあのサッチャーさんと言ってたんですけど、まあ、サッチャーさんも亡くなっちゃったし、メローニーさんの方がいいかもしれませんね。有本さん喜ぶかもしれませんね。時々書き込みであの、はい、ジャンヌ・ダルクっていう書き込みもありますけど、ジャンヌ・ダルクはやっぱりちょっとまずいと思うんですよね。最後は火あぶりになっちゃいますから。そうです、ね、このご覧になってる視聴者の方に、うん、ぜひメッセージみたいなものをいただければ、はい、日本保守党がですね、一つのより大きな存在として、政治の世界においてですね認知してもらえるように、そのためにお力をいただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。期待しております。はい。